それはお前がやったわけじゃないああだが俺はその前には街中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでたそして奴を撃った銃には俺の指紋はたから見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる俺の顔 悪くなったって言ってたよな実際俺もそう思ってたなあ今の話をおやすさんに言ったら頭を抑えられたりは無駄だ親父にはもう頭を止める力はね事情を伝えたところであの人を困らせるだけだ東もそれが分かってたから ずっと一人で飲み込んでたそっかそういうことなんだな俺先に帰るよ海藤さんうん積もる話があるんだろあんたらには <laughs> 邪魔しちゃ悪いもんな やっぱり俺はあの八神が嫌いですあ,あ奴は俺よりずっと前から兄貴とつるんでた極道でもねえのに親父からも一目置かれてまあ面白くねえ野郎でしたよ東お前ターボーの父親の話知ってるか さあね何かあるんですかあいつがガキの頃は武道の手ほどきなんかもしてくれたらしい <laughs> いい親だったんだろうなそして弁護士でもあったへえ<ー>でターボーが15になった頃だ親父さんはある殺しを弁護して執行猶予付きの実質無罪を勝ち取った だがなそれを被害者遺族の一人が恨みに思ったんだよむっ、うん、ターボーの両親は包丁でめった刺しにされたらしいその頃ターボーは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた もしあいつがうちにいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな誰も死なずに済んだかもしれない。